こんにちは、ヤニックです。なつきです。今回はこちらの無限キャベツ、これと、ケンタで、今日は昼飲みしたいと思います。暑くなるとね、この無限キャベツがね、美味しいんですよ。美味しいよね。食欲がない時、だけど野菜は取りたいじゃん、その時にこれ買って、もう本当に無限化っていうぐらい我が家でキャベツ作ります、もりもり食べる、で、まあ今回ケンタということで、ちょっと栄養が偏るかなと思って、無限キャベツ一緒にケンタッキーで昼飲みしたいと思います、はい、じゃあ今からキャベツシャコシャコしていきたいと思います。レッツシャコ。シャコってきました。シャコ。何シャコした？いっぱいシャコした。いっぱいシャコした？100回以上シャコしてると思う。今回トッピングにトマト、チーズ、カイワレ、カニカマ、あと見えないけどゴマなど入っております。朝日スーパードライ。暑くなるとね、このスーパードライと無限キャベツの相性がめっちゃいいんだよね。見てこの絵面。夏じゃん。夏だね。夏が来たね。夏が来るね。ここシュワシュワしたものが合うよね。無限キャベツには。乾杯。アビルマ。じゃあこれ食べてみる。食べよう。これ、パリパリの麺が入ってるからね、これがやっぱ食感がいいんですよね。やっぱこれ、この味が美味しいんだよね。庶民的なのがいいな。やっぱり、ね、トッピングにねチーズはすごいおすすめですね。コクとなんかこう濃厚さがプラスされる。うまもりもり食えるわ。夏はこれとビールだけあればいいからな。無限に本当食べれる。じゃあケンタッキーおじさん開けてみる。なんかスパイシーみたいなやつ。我ながら何頼んだかよかったよ。あとツイスター出た。めっちゃ茶色。これがね多分新商品の柚子レモンペッパーホニャララみたいなやつ。超でかいこれ。なかなかこんな大きいのね。たまにめっちゃちっちゃいですから。食べてみよう。この側のこのあれが美味しそう。カリカリしてそう。どうぞどうぞ。手で行っていいですか？全然いいよ。ケンタッキーは手で行くのがレギやろ。そうか。いただきます。ブルブル。重いブル。重ブルしてる。カリカリしてる。サクサクしてる。で、レモンの酸味がめちゃくちゃ爽やかで美味しい。食べてみます。本当めっちゃクリスピーや。あ、確かにレモンの酸味がいいね。爽やかでしょう。うまい。これいいな。めっちゃパリパリや。そう。ただ女子はすごい、私さっき膝にボロボロ落ちたんだけど、ポロポロ注意です。ポロポロ注意。映ってないよ、ポロポロ注意に必死になってて。あんた皮全部食べた。パリパリ感のところ全部食ったね、あんた。美味しい。美味しいところ。俺のパリパリ感がなくなってんじゃん、これ。皮剥げてんじゃん。うまっ。
これをつまみながらのキャベツが最高や、うん、何かがすごく満たされる、ね、このビールとキャベツとフライドチキンで何かがすごく満たされていく、うん、そうね、うん、チープな幸福感が満たされていく確かになんかファストフード的なねちょっとあれがある、ね、うん、多分これ全部で今回2000円もかかってないからね、多分ね、うん、1800円ぐらい、うん、うん、1800円セットです。昼飲みにこれぐらいがちょうどいいね、うん、本当は2本飲みたいんだけどねそうなの、本当はこんな1本じゃ全然足りないんだけど痛風患ったんでね1本で我慢してます。あうま芋、うん、なんか 太い芋って、うん、時間経っても許せるよね。同じこと考えてた今、あの M の字の細めのポテト時間経つと許せないんだよ、うん、俺私もこの太いポテトは許せるな、うん、なんだろう、冷めても美味しい、冷めてもうまいな、うん、M の字には悪いけど、うん、K の字はうまい、うん、うん、映ってないよ、おお出た、じゃあ次ペッパーマヨ食べてみようかな、うん、僕これ好きなんだよね、うん、一回俺 K の字で、うん、チキンサンドみたいなの食べたことあるんだけど、うんうん、あれちっちゃくて、あ、うん、写真と全然違うじゃんと思ってから、うん、もうこればっか食べてる、うん、いいじゃんこれ喋っちゃって、うん、いいんじゃない K の字だしいいよ、うん、バーガーはやっぱ M の字で、うんうんうん、そうね、おーこれうまいんだよね、好き、うん、ええー、わ、うん、外国に来た気分、おおいいね、うん、私も一口いただきます、うん、ほんとだ、おいしい、うまいよね、異国感ある、アメリカ感あるなアメリカの本土行ったことないけど、ないね、うん、ハワイしか行ったことないんだけど、どこだっけ、どっか行くとハワイの匂いするよね、ハワイの匂いじゃないんだけど、うん、アメリカのファーストフードの匂いするから、うん、あハワイの匂いだって思う場所ない、どこだったっけ、どこだろうどこのこと言ってるどこだっけな、どこだろう、肉のチキンは何のチキンなの、知らん謎チキンじゃない、オリジナルチキンではないの、謎チキンやって、謎チキン食べてみよう、謎チキン、え箸で行くの、じゃあ手で失礼して、アメリカ人が怒るよ見てたら、そっか、なんで日本人はケンタッキーを箸で食べるんですか、カラッて言われる、広めたいよ、はい、いただきます、今の俺のアメリカ人のやつ全部無視やったけど、うん、謎チキンうまい、好きでもないけど嫌いでもないよ、つまり普通ってこと、じゃあなんか予想外に、うん、悪くないみたいな、あ本当、なんだろう、あうん、胸チキン、うんうんうん、でも結構ね好きだよ、胸チキンです、うん、よく言えばあっさりした、うん、悪く言えばパサパサしたチキンです、うんうん、いろいろ入ってるのあんま食べないけど、うん、たまに買うと面白いね、そうだね、うん、普段オリジナルチキンしか食べないから、うん、このアップルパイとか初めて見たし、俺アップルパイだったのそれ知らんよなんかどっち、謎アップルパイでこの謎アップルパイ食べてみよう、じゃあいただきます、うん、何が入ってる、なんか、うん、アップルパイではないな、あ、そうなの、クリームパイみたいな味がするんだけど、あんた具まで到達しとらんやろ、んしてるよ、甘いよすごい、ほんとだ、え、アップルかこれ、いやこれクリームパイやな、でしょ、でね、謎っぽいパイじゃなかったね、ね、クリームパイ、ただのクリームパイだったね、うん、うん、甘ー、でもこの生地はサクサクだし、うん、パイとしてはすごい美味しいね、うん、ちょっとビールにはちょっとなちょっと甘いな
パイの感じをキャベツでリセットしようリセットされた、うん、多分カットしてなかったことにすると思う何それ綺麗に食べました、うん、美味しかったね美味しかったそして楽しかったね、うんうんはい、意外とお値打ちにできるんで、うん、こんな感じの昼も飲みもいいんじゃないでしょうかということでじゃあ手を合わせて、はい、せーのごちそうさまでしたなっちゃんじゃんけんやるそれなっちゃんじゃんけんってせーのなっちゃんじゃんけんじゃんけんほいつってないなえそどこせーのなっちゃんじゃんけんじゃんけんほいあとまたパー出すんかいいいじゃん、まあ、というわけで、まあ、今回も最後までご覧いただきありがとうございますいいねやコメントなどしていただけると動画作成の励みになりますのでどうぞよろしくお願いいたしますサダイさんの